ジェイソンこと、ダビド・レ・メセー・ロ・サルゲーロは、スペイン・ガリシア州は、コルーニャ県ア、コルーニャ出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンのバレンシア CF に所属している。ポジションは FW。2007年にデポルティーボ・ボラ・コルーニャのカンテラに入団。以降ラ・シンフェロールなどを経て2012年に、レバンテ・ユーリーに入団。2012から13シーズンに B チームで、プロデビュー。 2013年7月に2年契約を締結するも、翌2014年から2シーズンは、ビジャレアル CFB やアルバセテバロンピエに、ローン一席でプレーした。2016から17シーズンから、トップチームに定着。2016年8月21日の CD ヌマンシア、1000でプロ初ゴールを記録。同シーズンは、セグンダリビシオンで2位で終え、1年でラリーガに復帰。 2017から18シーズンは14位で終え、リーガ残留に貢献した。2018年10月1日のデポルティーボ・アラベス戦でリーガ初ゴールを記録し、2から1で勝利。10月20日のレアル・マドリード戦では、テキチ・エスタデオ・サンティアゴ・ベルナベウでの2から1の大金制に貢献した。2019年7月1日、バレンシア・ CF と2022年までの契約を、 清潔。ヘタフェ CF へローン移籍することが発表された。ありがとうございます。